セレウコス一世、セレウコス一世、紀元前年、百358年紀元前281年は、セレウコス朝の創始者、在位、紀元前312年紀元前281年、ニカトール、勝利、王と呼ばれた。マケドニア王国の貴族の息子で、アレクサンドロス大王の家臣として使え、大王の東方遠征にも参加して活躍する。 しかし他の大王の後継者、ディアドコイたちに比べれば、当時は影が薄い存在で、アレクサンドロスの生涯に関する資料として、最も重要視されるアディアノスのアレクサンドロス大王統制記でも、セレウコスが最初に登場するのは、紀元前326年のヒュダスペス下半の戦いの場面である。当時、彼は、銃騎兵、ヘタイロイの一員で、 王のこの F 不部隊の指揮官であった。紀元前324年にスーサで行われたキリシア人と東方人の集団結婚式ではアレクサンドロスに敗れたソグディアナの実力者スピタメネスの娘アパメイをめとる。この時王に死にいられて東方人の妻を迎えた者たちのほとんどはやがて相手を離別したがセレウコスだけは生涯アパメイと連れ添った。 ソグディアナ人のアパメーを妻としたことは、後に彼の東方支配に大いに立したとされる。アッディアノスによれば、アレクサンドロスがバビロンに帰還してから、彼の死の予兆となる不吉な事件が次々に起こったと言うが、その中の一つにセレウコスが登場する。それによればアレクサンドロスが戦団を率いて、バビロン南方の承諾地を進んでいたときに、 彼の被っていた帽子とディアデマが風にさらわれて沼の足に引っかかった。同時大臣、アリストブロスの記録では一人の水夫がこのディアデマを王の元に届けたとされるが、別伝によるとディアデマを王に手渡したのはセレウコスであり、彼が王の権威の賞状を手にしたことは、後に彼が王位を獲得する前兆であったという。その後、アレクサンドロスの死の直前に、 王の自由祈願のため、セラピス神殿に賛同した者たちの中にも、セレウコスの名が見える。アレクサンドロス三世の存命中に、セレウコスの行動として記録されているものはこの程度で、ある。紀元前323年に大王が若くして、要を去ると、セレウコスは、当初、帝国摂政を称したペルディッカスに従い、紀元前321年に、反、 ペルディッカス派を討伐するため共にエジプトへ遠征する。しかし、ナイル川のトカスら、ままならないペルディッカスの実力に見切りをつけたセレウコスは、同僚の将軍たち、ペートン及びアンティゲネスと共に、ペルディッカスをナイル川下半で暗殺した。これを受けて、大王の重臣の一人であったアンティゴノスが急遽、諸将をシリアに招集し、事態収集と総督領の再分配のために、 トリパラリソースの軍会を開催する。セレウコスはここでバビロニアの大衆位を獲得し、名実ともにディアドコイとしての地方を確立した。しかし早くも同年のうちに帝国全軍総司令官となったアンティゴノスと旧ペルディッカス派とされ追悼を宣言されたカッパドキア大衆エウメネストーとの間で争いが再開される。紀元前319年に帝国摂政。 アンティパトロスが死去すると、その後継者争いも絡まって、大王の医療をめぐるディアドコイの衝突が激化する。セレウコスはおおむね、アンティゴノスの側に組みして戦いつつ、自らの勢力を拡大していくことになる。紀元前316年、イラン南部におけるパラエタケネの戦い、およびガビエネの戦いでアンティゴノスはついに、エウメネスを廃止させた。しかし、この直後から、 セレウコスはアンティゴノスに疎まれるようになり、さらに、事後の領土再配分をめぐってアンティゴノスと決裂する。同じく、アンティゴノスと決裂したメディア大手ペートンが、滅ぼされると、セレウコスは、アンティゴノスの脅威から逃れるために、紀元前315年に、バビロンを脱出し、エジプトへ走ってプトレマイオスと結んだ。両者は、紀元前312年の春に、ガザの戦いで、 アンティゴノスの子、デメトリオスを破った。これを挽回すべく、アンティゴノス自らがシリアに出陣してくると、セレウコスはその感激をつき、東方への帰還を果たす。この時のセレウコスの率いる兵力はプトレマイオスから譲り受けたわずかなものだったが、セレウコスの前世を懐かしむバビロンの住民たちは、こってセレウコスに味方し、同年10月1日にセレウコスはバビロンを回復した。 一般に、これをもって、セレウコス長の開始とするが、彼が正式に王を称したのは、紀元前三百五年のことであると言われていい。アンティゴノス・でメトリオス夫子が、この前年の紀元前三百六年に王を名乗ったため、セレウコスも対抗して王を称したという。その後セレウコスはアンティゴノスから攻撃を受けるが、アンティゴノス派の有力者であったニカノルをティグリス下半で破って、 バビロニアの支配を確立したバビロニア戦争。さらにアンティゴノスとセレウコスとが退治する間にプトレマイオスが東地中海に勢力を伸ばした。そのためアンティゴノスはセレウコスの早期撃破を断念しプトレマイオスとの戦いに注力せざるを得なくなり一時的アドコイ戦争が膠着化することとなった。セレウコスはこれを機として紀元前305年に 中央アジアインド方面に兵を進める。これは当時混沌たる状況にあった帝国の東部を安定させるとともに、高地アジアへの再生によって、大王の後継者としての自らの権威を高める目的もあったのあろう。しかしセレウコスはインダス流域で、その頃インドで成立したばかりのマウリア朝の初大王、チャンドラグプタ、サンドロコットスが率いる。 圧倒的な大軍と遭遇する。この時両者の間に軍事衝突があったかどうかは定かでない。いずれにせよ、ここで彼はチャンドラグプタと協定を結んだ。この協定でセレウコスはガンダーラやゲドロシアなど東部辺境地域を割上し、自身の娘をチャンドラグプタの息子ビンドゥサーラ、アミトロカティスの日としてマウリア朝の高級に入れるのと引けに、 チャンドラグプタから500頭もの先像を獲得した。これは、地中海世界に、イクサ像が本格的に姿を現すきっかけとなるとともに、後のイプソスの戦いで、彼の勝利に大きな貢献をするものでもあった。西方に戻ったセレウコスは、プトレマイオス、カッサンドロス、ルュシマコス等が結んだ反アンティゴノス同盟に加わった。紀元前301年の春に、 中部アナトリアのイプソスで、セレウコス・リュシマコス連合軍は、アンティゴノス・デメトリオス不死を撃破する、イプソスの戦い。チャンドラグプタに譲り受けた戦像の活躍もあって、彼は圧倒的な勝利を収め、アンティゴノスは戦死し、デメトリオスは敗走した。ここにセレウコスは、アジアにおける覇権を確立する。しかし、勢力を伸長させたセレウコスは、 リュシマコスやプトレマヨスに警戒される子になり、以降、彼らと対立するようになった。セレウコスは、イプソスの戦いで敗走したデメトリオスと同盟する、ことで、これに対抗した。イプソスの戦いの結果、セレウコスは、シリア北部とアナトリアの中部を獲得した。新しい王国の首都とすべく、翌年の5月22日に、 シリアのオロンティス下半で新たな都市の建設が始まった。これがアンティオキアであり、セレウコスの父、アンティオコスの名にちなむものである。彼は、その他にも母の名を冠したラオリケや、妻の名を取ったアパメアなど多くの都市を建設した。特に、ティグリス下半に築かれたセレウキアは、王国の第二の都として、かつてのバビロンに代わって、繁栄を極めることになる。またシリア、 セリティアなどに及ぶ広大な支配権を72の行政区に再編し、領域内における通貨の統一を進め、長子アンティオコスにデメトリオスの娘で一時自分の長妃であったストラトニケを与え副王に任じ、王国東部の支配を委ねた紀元前294年。彼はやがてヨーロッパにも半島を拡大し、国海とアゾフ海、カスピ海を大運河で結ぶ構想を抱いていたとも言う。 紀元前288年、ルュシマコスに敗れて、マケドニアの王位を失ったデメトリオスが、この数年前にカスサンドロスの息子たちを滅ぼした。デメトリオスは、マケドニアで王位を得ていた、再起を図って、セレウコスのアナトリアの領土を奪おうと攻め込んできたが、これを下した。セレウコスは、デメトリオスを領収とし、紀元前283年に、デメトリオスが死ぬまで、彼をシリアに監禁した。 紀元前281年、コルペデオンの戦いでセレウコスは、リュシマコスを廃止させ、さらに古国マケドニアに勢力を拡大しようと遠征を開始するが、途上ヘレスポントス海峡の台湾リュシマキアの陣営、マケドニア王にならんと野心を抱いた同行者の、プトレマイオス・ケラウノス、プトレマイオスの息子によって暗殺されてしまった。彼の意外は、シリアのセレウキアに運ばれ、 この地のボビオニカトレイオンに葬られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。